はい、この問題はね、電光一周によく出てる問題なんですけどね、文章としたら非常にまあ簡単なんですけどね、考え方としましてはね、比例反比例がしっかりですね、分かってないと解けないという問題ですね。はい、問い7ですね、10% を延長した時の直径をですね、D' こうします。体積は同じですんでね、元の体積と圧延した体積ですね、これは C と C ということ、それに対する、方程式をね、立てます。こちら側がですね、元の体積ですね、2分の D の2乗、π の L ですね。で、こちら側がですね、2分の D' の2乗の π のですね、長さが10% ね、伸びてますんで、小数に直すと 1.1L になります。はい、そうすると π が消えて、L が消えましてね、2の2乗が消えましたんでね、D の2乗はですね、1.1×D' の2乗と、こういうことになります。はい、で、D' 2乗の式に変えますと、こういうことになりますね。で、D' にしますとね、1.1 がルートの中に入ります。これね、こういう式になります。はい、それからですね、この抵抗ですね、公式 R イコールですね、ローのですね、L を割ることの面積ですね、断面積で、これはですね、抵抗はですね、長さに比例して、直径のですね、2乗に反比例するということになりますんで、圧延した時の抵抗をですね、R' としたら、R かけですね、長さは 1.1 倍、それから直径はですね、ルート 1.1 分の1の2乗と、こういうことになりますんでね、これを計算しますと、これをですね、分母の方をひっくり返してかければいいですね。はい、そうすると 1.21R と、こういうことになりますんで、R' マイナス R ですね、R で割ってこれで100とこうなります。そうすると 1.21R マイナス R で R ですね、100とこうなります。そうするとこれが 0.21×100 と、21%と、の増しですね、2割ほど抵抗は増しますよと、こういうことになります。